悪魔が来たりと笛を吹く。行きたいと思います、はい、さあちょっと大伸びして体固まっちゃった。よし行こうかな、うん、悔やまないダメだったなダメだった音が違ったこれはねここまでパンツ履いたらあかんよ。ポンって履いて私ちょっとすいません最初の音パンを弾いたじゃん。悔やまないパンツの着せ全然違うで必ず上から出てきてください。絶対下から歌えない、うん、悔やまない
だね。はい。一番初めの出だしなんですけどね、これ音符見たら分かるんだけど、悔やまないではなくて、これ一つの山で、これこと、これセリフなんですよね。はい。悔やまない。悔やまない。ということは、悔やまない。ほら、一つの山越えてますよね。悔やまない。はい。ということは、悔やまない、悔やまない、悔やまない。だから、悔やまないっていう言葉になるじゃないですか。悔やまない、悔やまないって言ったら、言葉として入ってこないじゃないですか。はい。ということは、これセリフなんですよね。悔やまないよって、私悔やまないわとか、泣かないわとか、泣かないわ言ったら、泣いとけお前みたいな。だからなんかこう、空気で筋肉と空気で実は言葉にセリフにしてるんですよ。はい。うん、だからロックかけといて、ここじゃないですよ。ピッ、上から悔やまない選んだ道がって、ちょっと分かってる。どんなにつらく、この日々が報われず過ぎ去ろうと、まかないわ、はい、すると、なんか言葉になるじゃないですか。悔やまない、そう、悔やまない、そうそうそう、悔やまない、絶対ね、高音で選んだ道が、そう、そっち、はい、今だから悔やまない、選んだ道がって歌ってるじゃないですか、はい、ということはね、上の筋肉上がってない、悔やまない、ね、ちゃんと上の筋肉があったら、はい、そこに到達して山越えしてくれるでしょ、はい、今山越えしたよね、はい、そしたら悔やまないわっていう風に伝わってくるんだけど、悔やまないって平坦な道歩かれても、はい、悔やまない、あ、はい、それがロックをかける、あ、はい、それがロックをかけるってこと。ロックかけたら絶対上の筋肉が上がってるから上から出てこれるんだ。上からしか出てこれないよ。そしたらこの筋肉があるから上からスタートしたら、悔やまない、これ根筋肉、ほら、あ、ゆっくりやると分かると思う、はい、このテクニックが、悔やまない、それがミックスやね、うん、はい、選んだ道が、そうか、あ、先生ここやってるんですね、なるほど、どんなにつらくこの日々が報われず過ぎ去ろうと、誰が前一応ストーリーで、いや、それが悔やまない、泣かないわっていう歌ではないのよ。でもそれみんなそうやって歌いませんか、これ。すごい、だから分かんなかったんですよ。だから私のこの分からないこれね、コーラスライン向こうで英語で見たら分かる。あ、そういうことか。絶対このキスデイグッバイ、まだならないですね、キスデイグッバイって歌ってる人だ、首上げるキスデイグッバイ、キスデイグッバイはないから、キスデイグッバイ、そうなんだ、でも答えが分からなかったんですよ、このなんかせっかくミックスボイスだから、いろんな筋肉、なぜこう上がったら
もう上から出たらいろんな筋肉使えるのよ。低音は着地筋肉でしょ、はい、デュワングでしょ、悔やまない、そうそう、悔やまない Kiss day goodbye と同じ歌い方してる日本語で、悔やまない で、また選んだ道がどんなにつらくこの日々が報われず過ぎ去ろうとまかないは、かわいい、あ恐縮です、かわいかったです。だからね、うん、歌っていうのは言葉が、ミュージカルって、うん、あのさっきのオーマイあオーミオバビードとは違って、うん、そうなんです、ミュージカルってセリフを歌ってるので、うん、だからね、本当ね、あのコーラスライン、アメリカの見るとね、みんな喋ってるのよ。そうですよね。Kiss today goodbye。ですよね。それです。Kiss today goodbye って歌って聞いたことない、聞いたことない。アンダースタディでもそんなこと言えへん。そうですよね。うん、そう、でもみんなね、悔やまないって歌うんですよ。悔やむやん、そんな。そうなんです。しかも、ずっとそれでいけるじゃないですか。選んだ道がどんなに辛く、でも辛くないやん。そうなんですよ。だこの歌の意味がないやん。そうなんです。だから意味が分からなかったんですよ、私。いや、これはだから、なるほど、あのオーディションに落ちて、で行き場がなくなって、でもダンスやめてしまい、まあ私やったら歌やめてしまいって言われて、あ、もう私って歌向いてないのかもしれへんな、うん、でも私にはこれしかないやん、自分の心に聞いたらこれがやりたいって私が言ってんねんから、これをやるしかないやん。だから、あのどんなに向いてないとか言われても、でこの道を選んだことを悔やまないって言ってんねん、うん、向いてないって言われてるのに、あんた生態危険やからやめとき、向いてないからって言われても、その道を選んだ私ね、これを選んでしまった私をこの人生悔やまないわって歌ってんねん。でどんなにへこたれても泣かへんわっていう暗い歌じゃないね、うん、泣かないわ、好き、だって泣かないわ、好きだから、好きだから選んだんでしょって、うん、それをちゃんと伝えなかったら泣かないわって、それがどらしたみたいな感じになったら、この歌の意味が、そうなんです、意味あるからね、これは。オミオバビーノっていうのは、本当にテクニックで、あの、なんて言うんだろう、高音特化したり、ピアニッシモって、あれはもうバイブルとして、このね、ニュークラシックのバイブルとしてはいいけども、それを活かしたらいいんだよ。はい、ちゃんと。悔やまない。何も、悔やまないって、悔やまないっていいんじゃない、好きに歌ったらいいんだよ。なんかね、更新曲みたいな。そうなんです。嘘みたいな。ああ、そうなんですよ。Kiss today goodbye。聞いたと思うの。まさにそう。それです。Kiss today goodbye。悔やまない。Kiss today goodbye。悔やまない。そうやって歌ってほしい。すいません、うちの県産の高校で試験曲なんですけど、そうやって歌ってます。お願いします。お願いします。もう一回いきます。悔やまない日々が
そう、グーはアンカリングだから絶対にあそこアンカリングしないと、はい、そのためにお年寄り上に行って、うん、ね、ガーッと行って生きた日悔いはない、この道をひたすらに。しんどい歌なんです。久しぶりに歌ったわ。だからあのアンカリの時に生きた日々にっていうのが、はい、ちゃんと音処理上にできてなかったら、はい、アンカリングでね、私今ちょっとフラットしたと思うわ、うん、下の力がすごく強いので、はい、よっぽど覚悟して上の筋肉上げておかなかったら、ガッてした時にねフラットしちゃうね、はい、今私絶対フラットしたと思う、はい、だからもっと覚悟してあげておかないと、はい、最後のところはあかんよね。でも覚悟してあげておいたら次のピアニッシモロングトーン、ピアニッシモロングトーンがめちゃ楽になる、はい、ちょっとこのでもほらこの前手も足も亀なかった、亀だって手も足もない甲羅だけだったけど手と、はい、一応出たじゃん、ちょっと出ましたかね、うん、一歩、うん、ということはちょっとこの歌の意味がちょっと分かっていただけたかな。いや本当にそのやり方と意味と、うん、意味はね絶対にこれ歌じゃないねんね。そうなんです。なんかこう本当にこう一辺倒にみんな歌うから、だからこのだからこのテクニックなかったら一辺倒にしか歌えないやん。そうなんですよね。そういうことですよね。だって悔やまのこの間の筋肉なかったら悔やまないになるに決まってる。だからそのためにブレスでこの筋肉準備してるから、悔やまないって言ったら悔やまないわとか泣かないわっていうのは、この上の筋肉なかったらこの上がるところなかったら上がれないじゃん、はい、上がる筋肉作っとくのよ。はい。で、うん、あのためらわずって歌ってるけども、 それがためらわずやるなかなの使い方じゃなくて、うん、はい、ためらわず、あ、はい、ためらわずじゃなくて、だって上の筋肉どう使ってもいいわけでしょ、はい、今は悔やまって空気がいってるやん、ためらわず、だからためらわず、うーん、悔やまないと同じ筋肉、ためらわず思いのままに、うん、使い方、はい、ためらわ、だから悔やまない、ゆっくりやるとね、あるでしょ、はい、準備して上からやね、うん、悔やまないって降りてきてんのよ、はあ、でためらわずは同じやん、ためらわず、筋肉一緒やん、うんうん、使い方が違うだけ、はい、うん、はあ、分かるかな言ってること、うん、はい、これ両方やらないと、両方の使い方しなかったら言葉に、うん、ためらわずだったらためらってしまうから、ためらわずためらわずそうちゃんと吐いたらできるはず、上の筋肉ちゃんとあったら、ためらわずそう、はい、さっきの悔やまないと泣かないわと違うねん使い方が、悔やまない、そう、はい、スタートは絶対それ、はい、うん、ちょっと違い悔やまない、はあ、この前はね、手も足も首も出なくて甲羅状態だったから、はい、こういうテクニック伝えるところまでいかなかったんだけど、あばばばって言うと、はい、でも今ちょっとね出たから伝えるんですが、はい、ちょっと分かっていただけたかしら、うん、はい、ちょっとこれで やりたいです。で、あのえへへんってなったんはね、そうなんです、っていう時にあのものすごいパンツずってたらね、なりました、なりましたでしょ、はい、ちゃんとそう足りなかったっていけるから、ちゃんと履いておいたら、はい、履けなかったんです、うん、なんかこの辺で、ね、気持ち悪い、気持ち悪い、
だから、うん、そしたらね、歌も気持ち悪い。そうですよね、うん、すいません。もうあの飽きたと思うんですが、もう一回大名バッピーのやってからこれやります。飽きたと思いますが、全然飽きてないんですよ私。これトラウマの2曲なので。でもこれちゃんと歌えたらどんないい曲か分かりました。いやだからすごい好きなんだから、すごいいい曲だと思ってやったら平坦だったんで、もうちょっと分かんないなってなっちゃって。でも今分かりましたよね、はい、そのやり方。ミュージカルっていうのはね、一つの筋肉起こしておいて、うん、あのね、低中高の筋肉がなかったらいろんなところに行ったり来たりできないんですよ、うん、行ったり来たりするから。だっておはようございます、うん、今日暑いですね、うん、お元気ですかって喋んないやん。ちょっと元気ってほら、上の筋肉も使ってるやん。ということは、言葉っていうのは低中高行ったり来たりする筋肉を準備してから歌わないとダメってことなんですよ。でないとセリフは言えない、あの歌えない、悔やまないになっちゃう。はい、ちょっと分かっていただけましたか ね、 でね、大見バッピーノがちゃんとできるようになるとこの歌実に簡単なんですよ。いやそんな気がします、うん、で今日大見バッピーノを大特訓したから、はい、これが あできたんです。出たんです。そう、手と首と足が出たんです。この前オービオンバンペーなんてオールドクラシックで歌ってたん。こんな手も足も出るわけがないって感じなんです。はい、で歌います。めぐちゃん、オービオンバンペーのカラオケもらっていい？あ、わかりました。ちょっと撮っていい？はい、あなたも撮りなさい。はい、ちょっとね、オービオンバンペーのカラオケください。草笛先生、今日のレッスンお疲れ様でした。ありがとうございました。大変ですよね、あの長い時間ね。そうですね。でもあの本当に初めてなんです、あのこうやってお外に出すのは。ですよね、はい、これ大丈夫なんですか、出しちゃって。企業秘密とかないんですか。大丈夫なんですかね。大丈夫なんですか。まあちょろ出しということで、本当はマル秘情報です。はい。ということで、あ、でもあれですよね、生徒さんによって教え方変えてらっしゃるんですよね。あのですね、まあ、その方その方の悩みが違うんですよ。はい。それと、その方その方の、まあ、筋肉ですかね。はい。持って生まれたものが違うんですよね。お顔が違うように。はい。ですから、あの、癖を取ってほしいっていう方もいらっしゃいますし、うん、自分がどういう歌い方が一番向いているのかがわからないとか、歌のジャンルとか、うん、だからその人の一番持って生まれて一番いい筋肉を育てさせていただくっていうのが、特にあの受験生なんかは、はい、その子が持って生まれた宝物を磨いて受験に向かっていっていただくっていう感じですかね。でものすごく実は高音が出る子なのに、ええ、私高音が出ないんですって言ってくる方が多いんですよ。はあ、それは筋肉の使い方をちょっと教えれば治っちゃったりとかっていう話ですね。実は高音が出ない人っていないんですよね。そうなんですか。だから高音が出ない人は自分で高音が出ないようにしてる。だいたい自分でロックかけちゃってますよね。ですから本当にちょっとしたことなので、でなんかこう、何なんでしょうね、勘違いしてる子が多いかなって思います。うん、それはプロも、うん、ですからあのちょっと違う道を行っちゃってる子を、うん、もちゃんとした道に戻すとか、大阪行きたいのに神戸線に乗っちゃったみたいな、うん、間違ってるよと、それをちょこちょこって正しい道、その正しい道の方が自然なので、はい、つかみやすいんですよ。違った道に行くってすごく難しいことをやってらっしゃるんですよ。でもそれを自然な方に戻すだけなので、実はそっちの方が絶対楽で、で本人はあまりにも楽だからこれでいいのかなと思っちゃうんですって。今まであんなに苦労してきて出なかったのに、うん、ってこんな楽に出せちゃっていいんだろうかって、こんな楽でいいんですかって、いや楽だからいいのよって、うん、なるほど。じゃあ、うん、あれですね、今回のレッスンの動画を例えばどなたかがご覧になって、それと同じことをやってもあんまり意味ないってことですよね。その方に合った教え方じゃないとダメと、ね、千秋さんの場合は、ええ、
ものすごく古いクラシックを習ってらしたんですよ、はい、本当にあのもう皆さん聞いてらしてもお分かりになったと思うんですが、すごく古いクラシックなので、はい、ブレスからも全然違うので、うんうん、ですからああいう風に変わっていくんですよね、うん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 、ですからみんなその悩み駆け込み寺なので、はい、悩んでいることが違うので、はい、ですからすごく、まあ、昔、はい、クラシックを習われた方がちょっと新しいクラシックを習いたいっていうのが今回の千秋さんには同じようにヒットできるのかなって思いますけれ ど。かしこまりました。ではこのレッスンの動画をご覧いただいて、もし草目政子のレッスンに興味があるなと、習ってみたいけど大丈夫なのかなとか、どれぐらいのお時間どこでやってらっしゃるのとか、ご料金はいくらですかみたいなお問い合わせをされたい方はですね、YouTube のコメント欄に入れていただいてもいいですし、これから出しますメールアドレス、こちらの方にご連絡いただければ情報をお渡ししたいと思います。で、本当にレッスンが受けられるかどうかっていうのはね、物理的な距離の問題とかね、あとはお悩みの内容の問題とかもありますので、必ず草笛政子のレッスンが受けれますよというわけではないのですが、前向きに検討くださるということなんですよね。そうですね、結構素人さんが、はい、プロを、まあ、プロだけを教えているって思いなので、はい、私たちみたいなこんなど素人を教えてくんないですよねって頭から決めていらっしゃる方がいるんですが、はい、結構私が関西でお出会いする方は、はい、声が出なくなった方、はい、お話し声も日常生活の発声が困難になられた方、ご年配の方で、そうですね、82歳の方だったと思うんですけれど、お話の声がもうシャカシャカしゃがれて、こうお話できなくなったので、軽くうつ病になっちゃうんですよね、お話できなくなると。で、今も笑顔でキャッピーキャッピーお話しなさってます。それはその歌のレッスンを始めてから日常の声も出るようになったということなんですね。もう実はそのなんで声が出なくなったかっていうことなんですよ、うんうんうん、その別に難しいことでも何でもないので、でやっぱり声が出なくなるとお顔もどんどん暗くなっていっちゃうんですね、まあ、これ表情筋の問題なんですけど、はい、今本当にギャルでございます。素晴らしい、うん、ではそのプロの方でなくても素人の方でもこの声が日常的に出ない、なんかお悩みがお困りになられてる方でもいいよ、はい、ということですよね、はい、そうですね、なんかまあご縁、はい、される方もあ、はい、理由があるわけですよ、はい、誤嚥も治っちゃったりするんです。そうですね、すごい喉どん開きだから誤嚥になっちゃうわけですから、ですから声がなくなる方も誤嚥な方っていうのは割とイコールなんですよね。私最近誤嚥が結構嬉しいんですけど、そろそろレッスン受けてください。かしこまりました。お悩みがある方は本当に言っていただけましたら山ちゃんに、はい、声のことはではもうご相談に乗れますよということで、そうですね、悩みが、はい、駆け込み寺で、もうしつこいようですが駆け込み寺でございます、はい、ご興味ありますか方はどうぞこちらのメールアドレスの方にご連絡ください。では草笛さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。